リトル・ビッグ・ホーンの戦いは、1876年6月25日に、アメリカ合衆国のモンタナ州、リトル・ビッグ・ホーン川流域で行われたアメリカ陸軍と、北米戦住民インディアンとの戦いである。ちなみに、これは、白人側の故障であって、インディアン側の故障は、グリージーグラス側の戦いである。当時、アメリカ連邦政府において、 先住民インディアンに対して優和的政策を取るグラント大統領に対しインディアンに不信感を持つ反グラント派が対立していた。1874年ミズーリ軍管区司令官フィル・シェリダンは南北戦争で活躍した部下のジョージア・アームストロングカスターに命じてインディアンの聖地への遠征を行った。協定に違反した連邦政府にインディアン側は 不信感を強めることとなった。カスター・テリー隊、ギボン隊、クルック隊の新軍図同年6月、クルック隊は、クレイジー・ホースの部隊と戦闘を行った後に交代。カスターの属するテリー隊は、リトル・ビッグ・ホー・オーム側を遡って、南下新軍した。1876年、陸軍シーシャーマンは、インディアン総統軍を編成。カスターは、第7期兵隊の連隊長として、 参加を許される。作戦は、モンタナ州南東部の数族の本拠を、ギボン隊、クルック隊、テディ隊で3方から包囲するものであった。カスター隊のインディアン石膏は、川沿いに集結していたインディアン諸部族約1500名のティッピーイエイチを発見した。テディ、ギボン隊は、攻撃を目論み、26日に総攻撃を予定して、カスター隊を南方の川上に発見。 この際、ギボンはカスターに、カスターくん、あんまり欲張るもんじゃないよ。インディアンは、何しろたくさんいるからねと忠告している。カスターが、最も信頼していたインディアン石膏、リー族のブラティナイフ州長や、サンテスー族とフランス人の混血石膏、ミッチブイエも、スー族の数が多すぎるから、気をつけるようにと何度も何度もカスターに忠告していた。彼ら石膏は、 戦力面での不利を見て、遺品をカスターに預けるなどして、戦士を覚悟した。この時野営していたインディアン部族は、友好同盟を結んだラコタとナコタの数族、シャイアン族、アラパホ族の連合軍で、ゴール、クレイジーホース、スムーンズなどの著名な戦士が参加していた。彼らは、宗教行事、サンダンスと、激しくなる、一方の白人の掘り政策に対する今後の、 方針を合議すべく会議のティッピーを立て、現実話し合いが行われていた。彼らの川を流れる川は、油切ってベトベトする草が密生していたため、インディアンたちは、油っこい草の川と呼んでいた。6月25日、日曜日の正午までに、カスター隊は八重のそばに到着した。一方、インディアン側も、すでに石膏の報告で、カスター隊の接近とに等に気づいていた。 朝から彼らの八重のあちこちには近づく戦に備えて準備するように、との伝令が回っていた。インディアンたちは夜遅くまで踊りに参加していて、昼前まで寝ているものも多かった。昼頃になると暑さのためにインディアンたちは動きを止め、のんびりと馬に草をはませたり、燃焼の戦士は川で水浴びをしていた。リノタイの新軍経路。グリージーグラス川の佐賀を進み、 一大野営地の前で、ハンクパパを奇襲し、撃退されて、ウガンガーへ逃げ、ベンティーン隊と合流したカスターの副官マーカスリノは、慎重に行くべきですと進言したが、手柄に流行るカスターはこれを聞き流し、本体を三つに分け、リノ隊を溶かさせて、威力偵察を行わせた。まず、リノ隊は、ハンクパパ族の野営に襲いかかったが、ハンクパパ側に、 オグララ族が火星したちまち撃退された。ブラッディナイフやロンサムチャーリー・レイノルズら石膏がこの時戦死し、草に火を放たれた、リノタイは煙に巻かれて、じりじりとなった。クレイジーホースらオグララ族は、敵の数の少なさを見て用心し、敵の動きを読んで、野営地を挟む川の下流側へと進んだ。ゴールラハンクパパ族は、川を渡って、ディープ峡谷の方角へ馬を進めた。 第7機兵隊の進軍経路 A は、カスター隊、B は、リノ隊、C は、ベンティーン隊、D は、イエーテス隊、E は、ウェア隊抗して、リノ隊がクリージーグラス側の上流で、インディアン部隊と戦っている間に、カスターは独断で総攻撃を命じた。カスター隊は、川の東側から南に向けて、メディシンテール峡谷を越え、 ディープ強国を越えるあたりでゴールの一体の攻撃を受けた。ゴールらが北方の下流へとカスター隊を追い詰めていく間にインディアン連合部隊は反対側に進撃、カスター隊は南北から挟み撃ちになった。こうして逃げ場を失ったカスターの本隊は全滅し、結果カスターモロとも直属の225名が全員戦死した。インディアン側では 水族だけで136人戦死し、160人が負傷した。インディアンたちはさらに、リノ隊を追い詰めたが、その時、ギボン隊の到着が見え、インディアン隊は退却することとした。こうしてこの世紀の戦いは終わった。しばしば、インディアン側による奇襲、虐殺と語られるが、インディアンたちは、儀式や会議のために集まっていたのであり、戦を始める準備をしていたわけではない。 戦いは突然カスター側から仕掛けられたのであり、ブラックエルクやレッドホース、リノをはじめ、当事者は奇襲したのはカスターの方であると口を揃えて証言している。インディアン側も上記のように多数の戦死者を数えており、一方的な虐殺であったわけでもない。シッティングブルはこの戦いの直前に単独でサンダンスの儀式を行い、体制の白人との戦闘が起こり、 青い服を着た白人たちが天から真っ逆さまに落ちていくビジョンを得たと述べている。カスター隊は多数のインディアン石膏を投入した。ほとんどがスー族と長年にわたって敵対していたクロー族、アリカラ族、ボーニー族たちだった。スー族のゴール州長はこの戦いの中で幼い頃からの宿敵だったブラッティナイフ州長を殺した。アリカラ族は現在でもパウワウで、 ブラッディナイフ州長の踊りを舞い、この州長の武勇を称えている。アメリカ側で戦いに参加したクローの石膏隊。左から、ホワイトマン・ランズ・ヒム、ヘアリー・モカシン、カーリー、ゴー・ザ・ヘッドである。彼らは、戦いから生き延びた。1913年に、戦場後に集まり、この写真を撮った。包囲された、カスターの部隊、カスター配下の第7騎兵隊は、 構成員が、東などからの、いわゆる、遅れてやってきた移民たちであり、戦いの間際には平原をひたすら更新する、舞台活動に疲れ切っていて、士気はかなり低下していた。部下のベンティーン隊員が、軍事裁判で提出したカスターが、最後に書き残したメモには、包みを持ってきてくれとある。後に裁判で吊るし上げになったリノは、第七期兵隊は数とにつき二十四発しか、 装備しておらず、輸送馬車には2万4000発以上の弾薬が残してあったと証言している。対するインディアン側は、戦場に残された薬莢の数から考えて、カスター体の4倍もの銃を装備していた。その種類は極めて多彩で、蒸気の調査からも47種類以上の銃が使用されていたと考えられている。また、カスター体が、 単発式のスプリングフィールド M1873 を使用していたのに対し、インディアン側は、威力や射程距離、命中精度では劣るものの連射速度で遥かに勝る。ヘンリー連発銃や弓や、斧を使用しての接近戦を挑み、カスター隊の唯一の長所を長消しとした。また、先米め式の旧式銃も多く、地面に落ちた弾丸を詰め直して撃つこともできた。 その結果、戦闘は始まると同時に一方的な展開となり、カスター隊は2時間と経たないうちに追い詰められて、全滅することとなった。インディアンたちは慣れ親しんだ、バッファロー狩りのテクニックを応用し、騎兵隊を分散、孤立化させ、追い詰めたのである。かなり美化されて描かれた、カスター最後の戦いこの一方的な戦況は、虐殺として伝えられた。夫を神格化しようとするエリザベス。 リビー・カスター夫人の熱心な活動もあって、アメリカ社会では反インディアン世論が高まり、インディアンに対する武力相当が行われた。有名なものがウーンデッドニーの虐殺である。また、カスターの副官であったマーカス・リノは、敗戦後の軍事裁判で、この敗戦の責任を一人で負わされることとなった。新聞各紙もまるで、リノの失態で、カスターが死んだかのように書き立てた。戦後すぐ、 この戦場は、カスター国立記念戦場と名付けられて、国立公園に組み入れられ、第7期兵隊記念碑が建てられた。第7期兵隊記念碑1927年、これに対して、スー族のトーマス・ビーバーハート夫人が、米国陸軍省に書き送った単願書がきっかけとなり、スー族やシャイアン族は、ここでカスターと戦ったのは我々インディアンであり、戦場は、 リトルビッグホーンと呼ぶべきで、また我々インディアンの記念碑も建てるべきだと抗議を続けていたが、これは全く無視され続けた。やがて1960年代の公民権運動の高まりと抗うして、次第にこの抗議の声も大きくなっていった。1988年6月25日、ラッセル・ミーンズラ数族派遣団は第7期兵隊記念碑のそばに、 インディアン戦士の記念碑として、あり合わせの臨時記念碑を設置して、これに抗議したという名称は、インディアンという民族をごまかすものだ。リトルビッグホーンで戦ったのは、他でもない我々インディアン民族だと主張している。インディアン戦士の記念碑社員族を称える記念碑1991年、アメリカ議会は、この要求を受け入れ、カスター国立記念戦場を、 リトルビッグホーン国立記念戦場と解明する法律が議決され、ブッシュ大統領はこれに署名し、彼らの土地と文化を維持するために戦ったインディアンたちを認め、敬意を表するために、この記念碑の混流は公共の利益を叶える最良のものです。と発表した。が、議会はその50年にわたり、名称変更に伴う費用230万ドルを支出しなかった。 2001年9月、ようやく上下院で予算要求が通ることとなり、くしくも父親の署名法案を、息子のブッシュ大統領が実行する形となった。2003年6月25日、晴れて、この古戦場の解明とともに、リトルビッグホーン戦場記念碑とインディアン記念碑が混流され、白人とインディアンを交えた、完成式典が行われた。数族、シャイアン族、 アラパ法族、そしてかつて敵として戦ったクロー族、アリカラ族、ボーニー族代表団が、騎馬清掃で出席。数千人のインディアンが集まり、幾百のティッピーが建てられ、盛大な祝宴が催された。この決議に尽力したインディアン初の上院議員ベンナイトホースキャンベルはこの祝典に出席し、長い間否定され続けてきたインディアンの人々が、 対等な栄養を受ける時代になったのですねと賛辞を述べた。ありがとうございます。